子はニューコスチューム。アポロ183センチ、109.2キロ。ふっさー風行け。手負いの格闘原人藤田和幸、電撃の高速タックルが決まるか。188センチ、101キロ。ミルトークロッカー、素足の辻斬りマフィア、蹴りの一輪差し、ミルコ。さあ向き合った。猪木ボンバイへ特別ルール、5分3ラウンドインターバル2分、一本勝ちテクニカルノックアウト判定あり、延長はありません、マストシステムではありません。さあターミネーターと筋肉のロボコップの戦い、ファーストコンタクト気になりますね、桜庭さん。そうですね、1年4ヶ月前の戦いが蘇る。またしても合間見えた第1ラウンド、左に回り込む藤田、狙いすましていくミルコ、左に左に回り込んでいく、ステップワーク、フットワーク、左ハイキック、その対策は十分か。藤田右、右のジャブで牽制、藤田がよく見ている、とにかく左に回り込む、狙いしました、あの左からの発砲、あのハイキック怖い、タックル容易にはいかない、タックルも乗れに腕を押すか、タックル切り、タックル切り、あの戦いがよみがえる。もう藤田は一人中心蔵の気持ちか、額の薄い傷、あれはエンブレム、そう前襟どてっぷら、まさに藤田平成の世の過激なセンチメンタリズムだ。距離を取っている、この距離、桜庭さんどうですか、藤田の。どっちもどっちですね、どっちもどっち、ね、ミルコ冷静に見てますね。おっとタックル危ない、膝が危ない、焦ってはいけない。サウスポーのミルコに対して効く対策は万全なのか。藤田相変わらず左に回り込んでいる、あのクロアチアのかまいたち、左ハイキック、あれを食らったらひとたまりもない。まだローキックも出していないミルコ、相変わらず距離を取って藤田左に回り込んで、ミルコ万全の動き、これを封じ込めようとしている。隙を見てタックルを狙いたい、しかしながらあの膝が怖い。おっと左、左の膝、これで威嚇している、藤田を威嚇している、徐々に距離を詰めて、おっと左、危ない倒した、はい、これは大丈夫ですね、大丈夫ですか、はい、浅かった、蹴りの一輪差し、ミルコ殺人ハイキック、これは怖い、ロー右のローを合わせていく、さあ牽制して自分の距離を作ろうというミルコ、藤田はその距離にはまってはいけない。さあミルコが出ようという体勢、狙いすましている、まさにミルコが冷血鬼のように徐々に徐々に藤田を狙おうという体勢、右のローを合わせていった、さあ藤田も牽制する、さあ自分の距離を保っていたい、動きを保っていたい藤田であります、一瞬の隙をついてタックルを狙いたい、左のストレート、藤田は見ている、さあタックル、ミルコ選手タックル切るの前なので、もっと藤田選手あのヘッドとか使っていった方がいいと思います、はい、まあ、桜庭さんも戦ってみて、このミルコのですね、はい、総合格闘技に対する対策は十分肌でした、はい、さあ横に回って、ね、サイドポジション取りたい、そうそうそう、あっとパンチパンチ、右からのパンチ、サイドポジション取りたい、サイドポジション取る、逆に足を絡めていく、逆に足を絡めていく、逆に足を絡めていく、低い体勢、下の体勢になったミルコ、さあ藤田が沈着で攻めたい、この後マウントを取りたい、ガードポジション、足を絡めているミルコ、ミルコの総合格闘技グラウンド対策はバッチリ、さあこっからどうするか、こっから藤田が料理できるのか、残りあと1分半第1ラウンド、さあギロチンチョーク気味に牽制していく藤田、当然サイドポジション取るかマウントですよね、そうですね、ただあのミルコ選手足を引っ掛けてるじゃないですか、はい、あの足引っ掛かってるとちょっと横に回れないんですか、難しいですね、さあ体勢を崩していきたいのは上になっている藤田であります、藤田を捕まえる格好になって下になっておりますが、ミルコ
これは足を絡めて万全の体勢。さあこの絡めている足を振りほどいておきたい藤田であります。日本のボスザル発進か。残り1分を切った。闘魂一番絞り、第1ラウンドは沈着冷静にいくのか、引き迫る戦いであります。さあまたパンチ側頭部、藤田を牽制する下から。ここからなかなかサイドポジション、あるいはマウントを取ることができない藤田。さあ腕を絡めていくミルコ。逆にあまり無謀に藤田が入り込んでいきますと、ミルコの方が切り返すという可能性十分。さあ揉み合っている。パンチを下から小刻みに出していくミルコ。さあガードポジションがっちりと決まっている。ここから藤田なかなか攻めあぐんでいます。ちょっと状態を起こそうという藤田。足を切りたい、とにかく足を振りほどいておきたい。残りあと10秒切った。徐々にギロチン気味にミルコのスタミナを消耗していこうという、ひるむ隙を作りたい藤田であります。さあここで第1ラウンド終了のゴング。さあ第2ラウンド、5分3ラウンドの第2ラウンドが始まります。拳を軽く合わせた。桜庭さんの指摘ではとにかくもうちょっとタックルを多用した方がいい、あえて突っ込んだ方がいいという、そういったアドバイスでありますが、解説でありますが、どうでしょうか藤田。相変わらずセコンドの指示通り、作戦通り左に回り込んだ。おっと右のロー、これは強烈。藤田の左の膝を捉えました。あのローをあまり食いますと動きが止まってしまいます藤田。徐々に徐々にあのローキック地獄から得意のスタイルに持ち込みたいのか、ミルコ殺人鬼ミルコ。なんとか完全決着を狙いたい藤田。さあタックル、これはちょっと曖昧だった。ミルコもすぐバックステップでかわしていきます。ミルコも本当によく見てますね。そうですね、だからなかなかいけないんですね。そうです、あの反応が早いんですよね。はい、恐るべき動体視力ミルコ。よく藤田の動きを見てる。マタロー3発目、藤田が徐々に徐々にミルコの右からのローキック、これを食らい始めました。早くグラウンドに持っていきたいところか。電撃タックルを狙いたい藤田。うわっと4発目、この右のローの鈍い音、きしむ音が伝わってまいりました。黒を基調にクロアチア国旗のショートタイツ、ミルコ・クロコップ。うわっと5発目、さあそれを相手受けてタックル、タックルに行った電撃タックル。さあロープを背にした。この後ドントムーブか、そしてリスタートとなるか。ドントムーブ、リングの中央からリスタートであります。あのローはあんまりもらっちゃいけませんよね桜庭さん。ちょっと今少し多分痛くなってきてると思うんですよ。そうですね、これどんどんまた打てちゃうともっと痛くなって、足動かせなくなりますんで、はい。まあ、桜庭さんもダイナマイトで痛いほど経験しましたよね、はい、そうですね。さあこっから勝機を見出せるか藤田。あえてあの強烈なローを受けて突破口を見出していった感があります。ガードポジションがっちりミルコ・クロコップ、この足のガードポジションを外したい藤田。マウスピース取れたかどうか。さあ小刻みなパンチでミルコの牙城を切り崩して本丸に乗り込んでいきたい藤田であります。ミルコの冷血気のような無駄のない肉体、そして精神力に切り込んでいきたい。ミルコの精神とスタミナが本丸だ。それを切り崩したい藤田であります。1年4ヶ月前の屈辱、今回は完全決着を狙っていく藤田。ミルコも下から応戦する。藤田がなんとかマウントかサイドポジション、体勢を崩していきたい。チェルトガードポジション、ボディシザースのようにカニバサミが決まっています。顔面へのパンチでなんとかミルコの、ミルコに風穴を開けたい。ギロキンチョーク気味、太陽を乗せていく。残りあと2分を切った第2ラウンド。古田さん、はい、ミルコサイドですかね、はい、相手は混乱しているはずだと、どんどん攻めていけと、で真ん中で勝負するようにと、隅っこに持っていかれないように気をつけろと。ただし第1ラウンドの最後のパンチが随分効いているぞと、そういう指示が出ています。そうですか、初田アナウンサーからミルコサイドのリポートが入りました。大体死闘筋太
いこの藤田の太もも、紫色に内出血、あざになっています。ミルコのサマディローキックドラゴン、あーっと体を入れ替える、サイドポジションを狙うか、あーっと左キックを、村本でまだ分かった、球死に一勝、顔面だったら危なかった藤田、サイドポジションを思い切って狙っていった、ジャンプ一番、ミルコは一瞬の隙も見逃さない、またしても紫色のところ、太ももまたタックル、あっと正面から膝、ミルコの膝、これ危ないですね、フロントから、そうですね、これあんまり食いたくないですね、はい、さあ藤田はどのあたり隙をついて持っていけばいいですかね。そのままがガードになるか、はい、もう自分から下に潜り込んでガードになっちゃうか、それもあとは先日の膝が飛び出してまいります。フロントからのスリーか、これで固めておいて、もう一度膝をフライ出してる、藤田の脳天、頭を射程内に収めるか、メリコクロコップ顔面、残りあと20秒、あ藤田首を決められているだけに、おっと膝鈍い音、あともう一回顔面3発目、さあ藤田かわした、あっと5発目6発目、残りあと7秒、藤田危ない、かわしてる、振り子のように己の首をかわしている、第2ラウンド終了。ミルコが徐々に己のペースを作ってきた。最終ラウンド、第3ラウンド、左に回り込めという指示、正対してはいけないミルコに対して、鬼のようなミルコ、日本のボスザル藤田、勝機をつかみたい。ブライアン・ジョンストンも見ているセコンド、とにかくタックルを鮮やかに決めて、己のポジションを作りたい藤田、左、ミルコも見ている、あとは行くしかないという桜庭さんの解説、藤田はいつ飛び込んでいくのか、完全決着を狙う、まさに玉砕覚悟であります。1年4ヶ月前の戦いの鉄は踏まないと語った藤田、おっと左がいい、これをかわしていった、ごめんなさい、さあこの隙に入った、やはりその隙に入ったか、また藤田対策、膝蹴り、ミルコうまい、2発目あのハイキックをかわして藤田が飛び込んだが、それを読んでいたミルコ、3発目の応転、あえて藤田はそれを受けている、この体勢つらいですね、そうですね、フロントから首を決めて固定しておいての膝、徐々に藤田のスタミナ、やる気を削いでいこうというミルコ、太もものあざが凄まじいミルコのローキックを物語っている。さあ藤田勝機をつかめるのか、残り3分半を切った、なかなか勝機をつかめない藤田、また振り子のように首を振る、これをどうかわせるんですかね、やり方としては立つしかないですよね、ただ立つ瞬間というのが一番危ないですよね、そうですね、あとやっぱりあとガードになるからですね、はい、だからなかなか立てないんですね、そうですね、ただそのミルコ選手もここに体重かけてるんですよ、はい、あの藤田選手があの頭の後頭部の方に体重かけてるので、なかなかあの立てない部分もあるし、ガードになれない部分もあるので、なるほど、また側頭部、下から側頭部のあたり、あの先日の膝蹴りの強化よみがえるか、藤田残りあと2分半少々となりました、またあの眉間に食らった戦慄の膝蹴りの恐怖がよみがえる、3万5674人一瞬静かになった、またスタンディングアップ、さあ藤田が突っ込むか、藤田が突っ込むか、ファイナルラウンド藤田が突っ込むか、さあ闘魂を絞り出せ藤田、さあ突っ込む、電撃タックル、またしてもタックルグリーン、そして首を固める肩口のあたりを決めていく、また膝、徹底した藤田対策、
残りあと2分古田さん、はい、リンゴさんこの状態では足を交互に使って両足で蹴っていけというシーンですね。それからスタンディングの状態では藤田の左足を狙っていけというシーンです。そうですか、立って、ね、立ってよし寝てよしの状態になってしまいましたミルコクロコップ。藤田はなかなか勝機をつかめない。またしても膝の雨あられ、立てばローがやってくる。その隙に藤田は突っ込む。するとグラウンド、藤田対策バッチリ、首をフロントからチョーク気味に決めておいての膝、立ち上がった藤田、残り1分半を切った。右のフック、藤田立った。スタンディングでもう一度狙うか藤田。キックが怖い、ローが怖い、ハイが怖い。藤田飛び込みたい、カウンター気味に決まった。なかなか入れない藤田、残り1分を切った。ミルコが徹底した、藤田対策を取っている。藤田風穴を開けることができない。さあどうだ、残りあと45秒、藤田完全決着を狙っていったがどうなんだ。藤田風穴を開けられない。さあもう一度足にまとりついていくタックル、こいこいと余裕のポーズ、左の足に絡みつかんとしましたが残り30秒。さあ左のキックの威嚇、徹底した威嚇、藤田飛び込めない、飛び込めばタックル切り、残りあと20秒。さあキック、その仕草で威嚇する、指導が出てる、落とせる、落とせる、もう一度パンチ。さあ藤田が右足に絡みつく、右足に絡みついていく、しかしながら対策を取っているミルコ、パンチパンチパンチ。さあ藤田グラウンド、最終ラウンド決着つかず、最終ラウンド決着つかず、判定の結果を指します。ジャッジ西ミルコ、ジャッジ三宅ミルコ、ジャッジ小林ミルコ、予定勝者ミルコクロコップ判定勝ち。藤田ミルコ打ち砕くことできず、すさまじい鬼気迫る戦いであった。藤田はミルコを打ち砕くことができなかった。ミルコの徹底した沈着な攻め、藤田対策が功を奏した。藤田残念無念、目の下のあざ、太もものあざ、そして鼻血、悔しさが藤田の血として回っています。ミルコの判定勝ち。ロボコップとターミネーターの戦いはターミネーターに凱歌が上がりました。